こんにちはったらこんにちは、いつもです。今回はダイソーのローラーセンサーライトを分解して中の回路について調べてみました。これ筐体も大きいし、中に何かを仕込むこともできそうだなと思ったのと、何よりソーラーで充電というのがとても興味深かったので仕組みを知りたかったのです。では早速分解の様子から見ていただきましょう。まずは箱を開けて中身を確認していきます。箱はこんな感じです。本体はビニール袋に入ってました。開けるのにちょっと手間取ってますね。両面テープと説明書、壁に打ち込むためのネジが入ってました。本体はこんな感じです。裏にネジが4箇所あります。ネジを外してこの裏蓋が取れるのか見てみましょう。普通にプラスドライバーで外せそうです。なんか癖で対角順に外してますが意味はないです。ネジが外れました。これで裏蓋が取れるかな。なんか引っかかってる？あ、普通に取れました。中はシンプルな感じですね。空間あるのでいろいろ仕込めそうです。実はまだ一遍も火を入れてないし、動作確認もしてないのですが、このままバラしてしまいます。まずは基板を止めてるネジを外します。電池を外しました。サイズは普通の単三電池。基板が引っ張り出せます。これがスイッチですね。ハンダ付けされている配線を取って基板を取り出しましょう。まずは LED の配線から。電池ボックスとソーラーパネルの配線も順番に取っていきます。基板を取り出せました。では回路を調べてみましょう。ではここからは資料を見ながら説明していきます。まずは本体の説明から。上にソーラーパネルがついています。4セルっぽいです。ライト光を当てると 2V ぐらい出てました。透明な樹脂でモールドされています。ゴムカバーがついて、スイッチがここです。見た目でオンかオフかわからないのが難点です。人感センサーはサイズ的にもいつもセンサーライトで使われてるやつっぽいですね。LED は8個並んでいて、ソーラーパネルと同じく透明樹脂でモールドされています。裏蓋を外した写真がこれです。一部配線も外しちゃってます。基板が思ったより部品多くてちょっと驚きでした。500円商品と思えない手のかかりようです。ニッケル水素の充電池。300mAh と書かれています。エネループとかの充電池と比べると3分の1から4分の1の容量ですごく軽いです。中がスカスカなのかな？取り出した基板の表側がこれ。左からスイッチ、人感センサー、インダクタです。インダクタっていうのはいわゆるコイルのことで、カラーコードから多分22マイクロヘンリーだと思われます。裏から見た感じがこう。いつものように一層基板です。これは謎の IC。これが LDO。これはショットキーダイオード。これが LED をオンオフしている NMOS ですね。割とよくできたレイアウトだと思います。回路図に直すとこんな感じです。わかるところだけ数字を入れています。コンデンサは基板から外さずにマルチメーターで測っているのでおよその値です。縫製からしてこの謎の IC は電源 IC で昇圧とかしてるはずです。
センサとか LED とか 1.2V で動かせる気がしません。インダクタもあるので多分昇圧してるんでしょう。というわけでこの辺の濃度を測ってみました。充電池はエネループの充電器で充電しました。ちょっと危ない気もしたのですが普通に充電できました。さっき外した配線はハンダ付けし直しました。外す前に測るって話ですよね。では電池を入れてやってみましょう。まずは電池電圧。充電したてなので 1.4V 出ています。スイッチの先の電池電圧濃度が 0V になっています。スイッチがオフ状態だったみたいです。スイッチを入れてもう一度測ってみます。無事 1.4V 出ました。昇圧 DC-DC の出力はおよそ 3.7V でした。高圧 LDO の出力は 2.5V。 こんな低価格商品で昇圧回路が使われてるってなんか不思議な感じです。測定結果を踏まえて回路に数字を入れてみました。現状 1.4V の電池電圧を一旦 3.7V まで上げて、LDO で 2.5V まで下げて、人感センサーの回路を壊しています。センサーの出力で NMOS のゲートを上げて、LED は昇圧した 3.7V から 10Ω の制限抵抗を通ってきた電流で光ります。ここにあるショットキーと抵抗とコンデンサですが、センサーの出力が立ち上がるとゲートはポンと立ち上がってゆっくり落ちる仕掛けです。前にふわっと光らせるときに僕もやりましたが、これは単純に発光時間を稼ぐための仕掛けかと思われます。よう分かりやすいかと思ってシムっておきました。このマゼンタの線がセンサー出力のつもりで、このシムでは5秒で落としています。ゲート電圧が15秒ほどかけて落ちていって、この辺の電圧を切ると LED が消えます。外箱によればセンサーが反応した後20秒くらいで消えるらしいので、だいたいこんな感じの動きなのかもしれません。次に充電コントローラーの動きをちょっと説明しておきます。明るい時はソーラーパネルから 2V 供給されて電流が充電に回されます。この時は DC-DC はオフになっていて、センサーとかにも電力が供給されません。当然 LED も光りません。で、夜になるとソーラーの電圧は落ちて、電池から出力を 3.7V に昇圧します。LDO から 2.5V でセンサーも動きます。こういう動きで暗い時だけ動くセンサーライトになっているわけです。だからこれまで見てきたようなセンサーライトについていた明るさセンサーが不要になっています。これ要するにダイソーとかホームセンターとかに売られているガーデンライトに人感センサーを追加したものって商品だと思います。というのを踏まえて本当に今更ですが、動かして光り方を見てみましょう。外していた LED の配線を戻しています。だから最初にやれって話ですよね。あとこういう作業は電池を外してやるべきです。はい。電気を消してスイッチを押すと LED が光ります。結構明るいです。15秒飛ばします。なんか死んでいくみたいな悲壮感が漂う消え方ですね。自定数取りすぎな気がしますけどね。製品的にはまあ仕方なかったんでしょう。というわけでダイソーのソーラーセンサーライトを分解して中を調べてみました。 2.5V の濃度があるので STM32L010 が動かせそうです。 3.7V の濃度でちょっと無理して 3.3V 系のマイコンをつなぐのもありかもしれません。推奨電圧は超えますが、すぐに超えたりはしないでしょう。どんな改造をしましょうか。改造できたらまた紹介したいと思います。
さて、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画面白かったなぁと思われましたら、高評価ボタンをぜひお願いします。このチャンネルでは、こういう電子工作とか、プログラミング教室とかをやっています。興味が湧きましたら、チャンネル登録もぜひお願いします。次はマイコン教室をやります。ブザーを鳴らしてみましょう。ではまた次回、よろしくお願いします。